はい、関口料理嬢さんの昭和でサイズ22センチです。お願いします。はい、これも写真写りですと、ここが寂しいように見えますが、実際、結構雑誌や何かを見てますと、受賞するような鯉っていうのは結構頭の方って基盤がない鯉が多いんですね。なぜかというと、頭に基盤があると重たくなってしまうこともあります。これだけすっきりしてて、ちょっとここにですね、この墨がちょっと出るだけで、この軽さっていうのはなくなります。ですので逆にこういうやつの方がいいのかもしれません。はい、横もですね、しっかりとした際、いい場所に墨来ております。こちらも際の感じはしっかりしております。はい、正面後ろよく見ていただくと、結構これ模様いいですよ。はい、そしてこのなかなかこの縦の際って難しいんですが、縦の際もビシッとこれ決まってますね。こういう縦の際にじみやすいですが、縦の際もしっかりしてます。はい、もちろんお腹も綺麗なんですね。ですのであれっと軽い模様なんですが、ここに出た時はすごいことになりそうですよ。後半のこのガチャガチャしてるようなイメージのパーツなんですけど、各パーツしっかりとした際が出てますので、意外とこれいい模様なんですね。はい、ですので動画をしっかり見ていただいて検討していただきたいと思います。これも顔に墨がちょっと出てくると絡んできそうなんですね。はい、本当に難しいですね、今回は。はい、何度もお伝えいたしますが、どれが入賞するか本当に分かんないですね。はい、しっかりしてますね、この声も。元黒も両手あります。はい、皆様の眼力でですね、この飼育コンテストも見ていただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。